ダービーレースコースのローマ定住地はダービーで3番目の。この定住地はイングランドダービーシャー州のダービー郊外にあたるリトルチェスタンのデルベンティオトリデから東へ600メートルを行ったところにあった。デルベンティオからトレント川を横切り総霊へと向かうローマ街道がこの定住地を通っていた。ここは歴史的な指定記念物に指定されている。この地域の最初のローマトリデは ダーウェンと川対岸のストラッツパークに作られた。この鳥は、紀元80年頃、リトルチェスターの鳥に置き換えられたが、その鳥も40年ほど使われただけで放棄された。その後、さらに25年間再使用された時期があり、3世紀末に町の周囲に石壁が築かれるまでまた放棄された。当時リトルチェスターの広範囲にわたって、 ローマ人が活動していたという証拠がある。ダービーレースコースのローマ定住地が開かれたのは、紀元90年頃である。ここは、ローマ取り出に伴って、民間人の定住が行われた重要な事例であると、イングリッシュヘリテジは考えている。ローマ軍の取り出があるところには、それに付随して民間人の定住が行われた。これは、先住民の好伸び合いが、 ローマの生活様式を受け入れ、ローマ経済に組み込まれつつあったことを示している。いわゆる、ローマ化である。ここでは、陶器用が見つかっており、これらは、紀元90年から、製鉄が始まった2世紀半ばにかけてのものである。写真の水差しは、この定住地で焼かれ、現在は、ダービー博物館に保管されている。また、広い共同墓地には、5つの石からなる病がある。 ブリタンニアのこの地域は、コーノビアイと呼ばれる部族が住んでいた。紀元46年から47年の時点で、アウルス・プラウケウス総督に引きられたローマ軍は、おそらくはこの地をトレント川の南に至るまで占領しており、紀元50年にはここは国境の地であった。この時代に関する文献は乏しいため、研究は考古学的な発掘に頼ることになる。 47年の末、ブリテンの新しい総督となったオストリウス・スカプラは、西部産地地帯及び、チェシャー平野の諸部族に対して軍事行動を開始した。その間、ロクシターとロッシントンを結ぶ補給路に沿って、砦がいくつか新しく作られ、ストラッツパークのローマ砦でもその一つに当たる。クーイントゥス・ベラニース総督とその公認。 ガイウスセトニュースパウリノスの下でサイルアリズたちの征服が続けられたが、その頃にはストラッツパークトリデの役割は治安維持に変わっていた。74年頃、マージー川の北側で騒乱が起こり、カルティマンドア女王はローマ軍に対し反乱鎮圧の援軍を要請した。そして、紀元七78年、グナエウスユリウスアグリコラが総督となった。 彼は、義理の息子タキトゥスが記した、非常に賛美に満ちた電気によって著名である。彼はこの砦を強化し、道路を整備し、今も、文献でつまびらかとなっている一連の軍事行動を、引いた。まず、紀元78年に、北、ウェールズを再征服し、ついで79年に、ブリガンティズとパリジアを征服し、北、イングランドを、現在のスコットランドとの境界まで占領した。 ストラッツパークトリデは放棄され、期限80年にデルベンティオトリデが作られた。ハドリアヌステイは120年にブリタンニアを訪れ、頂上の建設を命じた。ブリタンニアには常に多くの中東軍がいたが、政策の重点は産業による生産へと移っていた。ダービーでは陶器が生産され、また後に金属加工の中心地となるピークリストリクトにある北の沿行山との関係を、 保ったこの状況がその後200年間ほど続いた。ありがとうございます。